はい、こんにちは、116インズです。さて今回はマリナーズに関する話をしていきますが、コンオフ始まってからルイス・ウリアスを獲得したり、謎の見返りでサードのレギュラーだったエフェニオ・スアレスを放出したりはしたマリナーズですが、まだファンが期待しているような大きな動き、補強自体は来ていません。そもそもとして今年の移籍市場はここまで先発投手しかまともに動いておらず、野手に関してはまあ大谷さん待ちみたいな感じですので、そこが決まるまでは市場が流れることもないんだろうなという気もしますし、野手を強化したいマリナーズの動きは少ないのも仕方ないですが、一方でマリナーズはどうも予算の制約が厳しそうという話がまたメディアでちょくちょく出ていますので、今年のオフも大物選手を FA で連れてくるのは少し可能性としては低めなのかもなと思ったりもしています。もちろん実際どうなるかは蓋を開けてみないと分かりませんが、現状出ている情報を見る限りにおいては、まああんまり過度な期待は禁物かなと。いよいよ来週からウィンターミーティングも始まり、昨年は結構そのタイミングで移籍市場も活発になった印象ですので、マリナーズがどういった動きに出るのか注目したい点です。そんな大型補強があまり期待できなさそうなマリナーズですが、ただ珍しくマリナーズでプレーしたいと考えている大物選手がどうもいるらしいとのことです。それが今季パドレスで自身2度目となるサイヤング賞に輝き、コンオフの先発 FA 市場においても注目選手の一人であるブレイク・スネル。スネルは現地11月23日に行われた NFL シアトルシーホークスのホームゲームに12フラッグを掲げるゲストとして招待されまして、その際にスネルは今季サイヤング賞に輝いた選手として紹介されただけではなく、現在フリーエージェントの彼はマリナーズで投げたがっているとまで紹介されたと。大物 FA 選手に基本的には敬遠されがちなシアトルという土地ですが、珍しくその大物選手自身がどうもシアトルに行きたがっているという話が出てきたと。スネルはシアトル出身ですので、おそらく地元のチームで投げたい意思が強いものと思われますが、その後マスライブ .com でレッドソックスの番記者を務めるクリス・コティーロ記者もスネルの考えを知っている関係者の話として、スネル自身が心の底からシアトルで投げたがっているという話も伝えていまして、どうもその意思は本当っぽいと。基本的にマリナーズに大物 FA 選手はあまり来ませんので、このスネルに関する話を受けて現地のマリナーズファンの間でも獲得を熱望する人が一気に増えてきた印象です。まあ確かにスネルクラスの大物選手がマリナーズで投げたがっているなんて話を聞いたら、ぜひ来てほしいと思うのも自然な考えでしょう。あとはマリナーズフロントに獲得の意思があるかどうかなわけなんですが、スネルが加わることによるプラスとマイナスの側面を今回は考えてみましょうか。マリナーズにとってもスネルがチームに加わるなら戦力面では間違いなくプラスでしょう。マリナーズ先発陣は今季防御率が 3.89、 これは MLB 4位に相当する数字で、チームを牽引する活躍を見せたと言っても差し支えないでしょう。特に3本柱のカスティーヨ、カービー、ギルバートは全員今季のイニング数が190を超えながらも、ベースボールレファレンス算出のウィンザーオリプレイスメントが全員最低でも3以上と平均以上のパフォーマンスを見せてくれましたので、先発陣はすでにチームの強みではありますが、一方で4番手以降には少し不安を抱えているのもまた事実です。今季ルーキーのブライス・ミラーとブライアン・ウーの2人は新人としてはよく頑張ってくれたのは間違いないですが、現状はスネルを上回る存在では当然ないですし、チームの中で最も長い期間在籍しているマルコ・ゴンザレスは正直ちょっともうボール的にも先発で大きなプラスを稼ぐことは難しい印象を受けますし、2021年にサイ・ヤング賞に輝いたサワン・ロビー・レイはトミー・ジョン手術からのリハビリの影響で来季の復帰は現実的には後半戦以降、スネルが入ることで来季開幕から強力な4本柱を形成でき、さらにレイの復帰後は5人全員がオールスター級のローテーションを組めるようになり、そこにミラーとウーも控えるという夢のようなチームになりますので、スネルがチームに来ることで確実に先発陣強化、チーム力アップにはつながるはずです。また予算に制約があるとされるマリナーズも一応スネルクラスを1人であれば獲得できる余裕もあるはずです。 MLB トレードルーマーズが予想するスネルの FA 契約は7年総額2億ドル、年平均直しておよそ2800万ドル台。マリナーズは今季開幕時点の選手の総年俸がだいたい1億5000万ドルから1億6000万ドル前後で、その数字がトレードや FA による選手の退団などもあって現在は1億3000万ドル付近ですから、最低でも今季と同規模のペイロールを来季も維持する前提だと、コンフの補強には2000万ドルから3000万ドル程度は使えると考えますと、まあ予想契約通りだと補強資金のほとんどをスネル1人につぎ込む格好にはなってしまいますが、一応予算内に収めることはできなくはないと。さらに報道されている通り、スネルが本当にシアトルで投げたいという気持ちが強いのであれば、地元でプレーするためいくらか割安の契約を結ぶ、いわゆるホームタウンディスカウントを受け入れてくれる可能性もあり、その額によってはスネルを獲得して、さらに課題の野手陣の補強にも使える資金を残す展開もまあなくはないかもしれませんね。まあマリナーズも結構予算が厳しいという話がたびたび出ているあたり、現実的にスネルをチームに入れるにはスネル側に結構なディスカウントを受け入れてもらわないと厳しいところもありそうですが、スネル獲得自体は金銭面でも全くありえない話でもない、少なくとも絶対に無理という水準ではないと思います。またスネルを獲得することによる副次的な影響として、マリナーズが逆に課題の野手補強に動きやすくなるという側面もあると思います。先ほどスネルが入れば強力な4本柱、レイが復帰すればオールスター級の先発5人でローテーションが組め、さらにミラーとウーが控える夢のようなチームになるとお話ししましたが、実際のところそのようなチーム状況でミラーとウー、才能豊かな2人を揃って MLB の先発でない立ち位置で待機させておくのは正直もったいないとは思います。
今 MLB を見渡しても多くのチームが先発を必要としていて、先発4番手5番手タイプのピッチャーでも FA では平気で年俸が1000万ドルを超えてくる状況なわけで、そのようなリーグの環境で最低年俸で雇うことができ、かつ残りの保有権も長く、すでにメジャーでもある程度投げられることを証明した先発投手は非常に貴重ですので、共に保有権をあと6年も残すミラーとウーのトレード市場における価値は極めて高いと考えていいでしょう。今でもミラーとウーのどちらかをトレードして野手補強しようという話はちょくちょく出てきますが、スネルが加入すればこの2人のどちらかを今以上に動かしやすくなるでしょうし、あるいはこの2人をキープして残り4年保有できるローガン・ギルバートを動かす発想もあるかもしれません。金銭面で大谷さん獲得は厳しく、かつほぼ確実に1年限りのレンタルになるであろう外獲得にも、若手先発陣やトッププロスペクトを出したくはない。かといって FA で目星野手が少なく大金を投じるほどでもないとマリナーズが考えるのであれば、マリナーズが打線を本格的に強化するには若手先発陣を放出して複数年保有できる野手を引っ張ってくるほかありませんので、スネル獲得はそういった面でもプラスと考えることは確かにできるでしょう。ただじゃあそういったプラスの側面があるとして、本当にマリナーズがスネルを獲得すべきかはやはり議論の余地はあるでしょう。いくらスネル自身がシアトルで投げたがっている、ホームタウンディスカウントをいくらか受け入れてくれる余地があるからといって、今期のサイヤング賞左腕ですので確実に契約総額は1億ドルは優に上回ってくるはずで、そうなるとすでにレイ・カスティーヨと総額1億ドルを超える契約を結んでいるマリナーズは、スネルが入ると先発陣だけで3人も1億ドルの投資をしたことになってしまいます。一般的にピッチャートミー・ジョン手術など年単位の離脱を伴う故障が決して珍しくはない以上、大型契約にあたっては野手以上にリスクがあると個人的には考えるべきだと思っていますし、実際レイをトミー・ジョン手術で今季失ったマリナーズはそのリスクがすでに現実のものとなっているわけです。あれだけ限られた予算の中でチームとしてのサステナビリティを謳っているマリナーズフロントのことですから、これ以上外から大型契約を要するピッチャーをわざわざ獲得する必要は個人的にはないのではと思ってしまいますし、フロントも同じ考えを取ると思うんですけどね。もちろんスネルが大幅なディスカウントを受け入れるなら話は別ですが、近年野手の FA 市場にスター選手が多数いながらも補強を渋ったチームが、より故障リスクの高いピッチャーに対してポンポンと大型契約を出すのはちょっと姿勢が一貫していないようにも思ってしまいます。個人的にはスネルに当てる資金があるくらいなら2000万ドル前後使って FA 市場から野手1人、先発のデプスにやや不安は出てきてしまいますが、ミラーかウーをトレードして複数年保有できる野手を1人獲得するのがいいのではとも考えてしまいます。このあたりはその人の考え方によっても好みが分かれそうですし、いろんな発想があってもいいと思いますが、スネル獲得を期待する声が現地ファンを中心に少しずつ高まっている割に、個人的にはないかなと思う気持ちが強いですかね。皆さんの考えなんかもコメント欄でぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も当チャンネルではオフの動向について話していきますので、今後もそういった情報をチェックしたい方はぜひチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。